皆さんこんにちは、田中恵美里です。今日紹介するカップ麺はマルカ食品ペヤングソース焼きそばマシマシキャベツです。ペヤングソース焼きそばの具材としておなじみのキャベツをたっぷりと使用した商品です。使用量は通常のキャベツの4倍です。今年3月にペヤングソース焼きそば超大盛りのキャベツを5倍に増量したペヤング超大盛り焼きそばマシマシキャベツを発売。今回は超大盛りではなく気軽に食べられる通常サイズです。気になるカロリーは1食619カロリーです。商品特徴、麺、ペヤングならではの香ばしくもっちりとした焼きそば麺、ソース、ペヤング特製ソース、スパイス、ペヤング特製スパイス、火薬、通常サイズの4倍に増量したキャベツ。食べてみた感想、麺はペヤングいつものもっちり麺、大量のキャベツとよく絡んでシャキシャキ感がたまりませんね。これだけキャベツが多いとソースの味が薄れてしまうのではと思いましたが、お湯で戻されたキャベツがしんなりとソースに馴染んでしっかりと味が染みていました。美味しさ、食感とともにたっぷりと楽しめる一杯となっています。箱の奥行きの深さがちょっとかさばる気もしますが、野菜をたくさん取りたい時にはありがたいですね。手軽に具沢山ペヤング、これはヒットしそうです。おなじみのキャベツをたっぷりと使用、使用量は通常のキャベツの4倍。本日はマルカ食品ペヤングソース焼きそばマシマシキャベツを紹介しました。田中恵美里でした。